のですね。もうすぐバレンタインデーなのです。ご存知でしたか？私、お世話になっている皆さんにプレゼントをしたいのですよ。でもただのチョコレートだとつまらないので、どうしたらいいでしょう。さっきからずっと素敵なサプライズのアイデアを考えているのです。私の実家の温泉にご招待とかどうですかね。そうですね、それはバレンタインじゃなくてもいいですね。私が肩こりに効くマッサージをするのはどうでしょう。それもバレンタインじゃなくてもいいですね。難しいです。そもそも必ずチョコレートでなくてはいけないのでしょうか。当たり目とか海苔巻きとかイカの塩辛でもいいと思うんです。当日きっとお口が甘くなっているのでジャストフィットなのでは。転校生さんはどうですか。バレンタインにしょっぱいもの。ふむふむ、なるほど。私はもらえるなら何でも嬉しいです。そうですね、女性が男性にプレゼントする日でした。やっぱりチョコレートの方がバレンタインらしいでしょうか。転校生さんはチョコレートお好きですか。もらうと嬉しいですか。そうですか、私も大好きです。一緒ですね。それじゃやっぱりチョコレートにしましょう。転校生さん、Look at this! 見てください。なんと温泉を利用して発酵させたパン生地です。イーストウイルスさんの元気になる温度が温泉とぴったりなのです。どうですか。私、あまりお料理したことないのですが、里中さんに教わって作りました。これ、クマさんの形に見えますか。変じゃないですか。変じゃないですか。ありがとうございます。実はリトル大変なのでした。形をクマさんにして、さらに中にチョコをインしているのです。まだ生地がたくさん残ってるので全部包まないといけません。おお、手伝ってくれるのですか。ベリーカインド。じゃあこっちの小さい方をお願いします。こっちの大きいのはですね、転校生産用なので私が直々に作ります。まだですかね。すごくいい匂いがしますね。甘いチョコのベリースイートチョコレートスメル。中のチョコがとろけてひどくデリシャスの予感ですね。またですかね。こうやって見張ってても早く焼けませんかね。まだ焼けちょらんかな。なんかブクブク泡立ってます。もう取り出